はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあまあやっていきましょう。月下の剣士チャレンジ第3弾ということでございます。第3弾と題してやっておりますけれども、ね、設定はこの通りで。これはね、ちょっとしたね、テスト動画なんですね。テスト動画のつもりはちょっとお試しみたいなね。まあ、とりあえず上げて、ちょっと、とりあえず撮って、上げ、編集、エンコードかけて、編集しない、エンコードかけて上げてみるかみたいなね。どうしてもね、30fps までは確認してて、それから 60fps、格闘ゲームだからね、やっぱ動き滑らかにしたいっていうのもあって、60fps で上げるにはどうすればいいのかなっていうのを検証するためにやってます。これまでの動画はですね、サイズ結構小さい動画で上げてて、動画を撮ってて、だからまあサイズちょっと小さめだったんですけど、動画のね。60fps にしようとしたときに、どうもね、なんか640×480 っていうサイズだと、どうも、ね、なんかこう、YouTube に上げたらそれになってないんじゃないかなっていうね、そういう恐れが、恐れっていうかまあ、疑惑の検証をしようかなと。まず、これが現実、これが実力さ。てか久しぶりにやるとこんなもんだな。いやーよくあそこまでやってたぜ、月下の剣士チャレンジ。まあ連日やってたからな。あばよ。